はい、どうもこんにちは。ゲーム大好き人間です。今日はね、久々に黒騎士と白の魔王の方のね、ガチャ動画を上げていきたいと思います。今ね、ちょうど右上に出てるように神ガチャフェスがやってきたんでね、こちらの方を引いてヒーラーのね、パーティーをもっと強くできればいいかなって思っております。そしてね、前回ね、悟空ガチャの最後の動画を4本目の動画を上げてからね、だいぶ期間が空いてるんですが、この間には、ほとんどねアクセを作ってバザーに出すっていうことをねやってました。ですが、お金の方はね全く増えてないという、むしろ減ったんじゃないかっていうレベルですね。ということでね、ガチャの方、神ガチャフェスってことでね、アマテラス、アールマティ、ミカエル、ワダツミがね今回の絵になっておりますね。でこの中ではね、アマテラスの方は、前回悟空ガチャで出てるんでね、まあ自分としてはここに出てないんですけど、ヘラが出てくれればいいかなって思います。ただまあヘラ以外にもね、ヒーラーで使える、SSR のねキャラクターが出てくれれば十分かなって思っております。現在ね、SSR の方はね3、4枚持っててね、でもヒーラー使えないキャラが結構多いので、ミョル、あとはね普通にエスレアも多いんでね、何が来るか。お、赤い月に走った。あ、これは確定ですね、エスレア。おお、早い、一発で飛ぶパターン。なんだ、なんか、お、筋率は悪くない。S レア、来い。SS レア。お？チェックメイト。S レアか。このキャラクター少しかっこいいな。だいぶレアでも持ってないのが多いですね。やっぱ極ガチャと神ガチャだとだいぶ違うのかな？なんだ？おお！お！ヒーラーっぽいぞ、なんかこのキャラ。絶対これヒーラーだろう。おお、アマテラス。アマテラスはこれ3回目ですね。だいぶ出てるな。ヘラが出ないな。最後金なんだろう。ああ、エスレアですね。誰だこの エスレアは。プレイヤー。あ、全体にリジェネで強さと回復力バフがかかると。あ、だいぶヒーラー向けのキャラクターなんじゃないかな。うん、かなり使いやすそうでいいですね。ということでね、こんな感じで、今回の動画は、締めさせていただきたいと思います。だいぶねあっさりとしてるんですが、まあ、特にね話すことがないというのと、自分がねこのゲームに対してあまり詳しくないっていうところがあって、まあ、軽くねガチャ動画の方を上げたという次第です。でこの動画がね、この動画を見てかなりね神ガチャ引いてみようかなとかね、自分もこのゲームやってみたいなって思う方はね、ぜひねチャンネル登録と、他の動画もね見ていただけるととても嬉しいです。ではね、また次回お会いしましょう。またねー。